ました。はい、こんにちは、はるかつです。以前、アミューズ聞け。ね、この動画がたくさんの方にね、視聴をいただいているようで、本当に嬉しく思います。ありがとうございます。で、今日ね、言いたいのは、まあ、この国を変えるにはということで、まあ、めちゃめちゃ大きなテーマなんですけど、今、東京15区のですね、補欠選挙が行われていて、まあ、本当候補者が今出ていてですね。で、まあ、いろんな意見言ってますよ。うん。で、皆さんね、街頭の演説とかっていうのをよく聞いてください。ね。この政党はこれまでと、この候補者はこれまでと、どう違うのかというところ。しっかり演説を聞いていただいて、で、自分が本当にこの国を変えてくれるんだっていう政党ですとか、候補者に一票を投じてもらえたらなと思います。この国をね、変えていくには、これめちゃくちゃ大事なことなんですけど、やっぱり政治なんですよね。政治。国民の思っていること、言っていることを国会に持っていってくれるっていう政党がめちゃくちゃ大事。結果はどうあれね。うん。だからね、あと、まあ、我々国民がね、政治に参加するっていうことで、やっぱり選挙に行くことが大事。めちゃくちゃ。で、これまでは、投票率もやっぱり悪いですよ。だって選挙に行ったって、投票に行ったって、その野党じゃね、この国を変えるような力は絶対ないなと思ってる。じゃあどこに投票するのか。自民党かよ。公明党かよ。ってなるでしょ？だから安全牌でそこに投票するわけですよ。でもそれはね、本当の国民の意見じゃない。心じゃない。今、東京15区の補欠選挙に立候補している政党、候補者をしっかり皆さん見てください。で、言っていることがね、この国のために本気かと。本気で言ってるのかこの人はっていうところをちゃんと皆さんが見極めて、見定めて、この政党に投票したら、この国は変わるんじゃないか。この国は変わるぞと。この候補者だったら、国会に行かせたら、自分たちが言いたいこと、思っていることを国会でズバッと言って、極端な話、法律も自分たちのね、思っているような形でいいように変えてくれるんじゃないかと。いうような候補者をしっかり見てもらって、今回の選挙、一票投じてもらいたいなと思います。まあ、我々ね、三浦春馬さんですとか、竹内優子さんですとか、神田沙也加さんですね。こういう芸能界のね、ことについて取り扱ってくれる政党っていうのは、あまりないですよね。でも、この政党だったら、この候補者だったら、そういう部分も含めて、この日本を変えてくれるんじゃねえかっていう政党、そこにね、皆さんの思いをぶつけてみてはいかがですか、今回。で、我々はね、我々で私みたいにこうネットで活動するとか、で、デモ運動とか、チラシ配りですとか、そういう活動は続けていけばいいんですよ、引き続き。で、何のしがらみもない感じで、寄付とかね、そういうことも全然全くね、ノータッチで、とにかく我々のこう、思いとか、意見にね、協力してもらって、賛同してもらって、この日本をね、動かしてくれる、憲法じゃないな、法律か、法律を変えてくれるような、そういう政党にね、一票ね、投じてもらいたい。そういう機会じゃないかなと思います。私もね、個人的にはこの政党かなっていうのはあったりもします。この人だったら、まあ、長くかかったとしてもですね、この日本を変えてくれるんじゃないかとか、この政党だったらね、今の既成政党のような形ではなくて、自民党とかね、そういうところじゃなくて、日本をね、ある意味、極端にね、いいように変えて
くれる政党なんじゃないかなって思っているね、ところはあるんですけど、とにかくね、我々国民がまずね、政治に参加する、やっぱり興味を持って、選挙に行くと、ね、選挙演説を聞くということがめちゃめちゃ大事なんじゃないかなと思います。で、とにかくね、我々の、活動まで続けていきながら、一緒にね、政治に参加していくっていう意味で、頑張っていけたらなと思っています。私もですね、三浦春馬くんのデモ運動とか、チラシ配りとか、時が来たらですね、参加をさせてもらったりとか、私が持っている、ツール、ね、YouTube ですとか、TikTok ですとか、そういうところで動画を撮って発信をさせていただきまして、とにかくね、影響力もつけていきながら、こういうね、活動している人たちが今いるんですよ、ということもね、この日本に、世界に発信していきたいなと思っているんで、皆さんで一緒に頑張っていきましょう。とにかくね、今、東京15区補欠選挙を行われている、政党候補者、皆さんしっかり見てもらって、皆さんの思いを、一票投じてもらえたらなと思います。以上です。